それでは全体討議の第1部に入りたいと思いますので、ここからの討議の進行につきましては田中先生よろしくお願いいたします。田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これより全体討議第1部にまず入りたいと思います。最終回ということになっておりますので、忌憚のないご意見を限られた時間ですけれども、皆さんと活発に行っていければと願っております。それではまず千葉市から幕張新都心まちづくり将来構想原案についてご説明をいただければと思います。それでは、千葉市幕張新都心課志村課長よろしくお願いいたします。千葉市幕張新都心課長の志村でございます。本日は皆様にはお忙しい中この法話会に参加いただき誠にありがとうございます。昨年2回の法話会を開催し、皆様から多くのご意見を頂戴いたしました。またこれまでの間、幕張新都心の将来について、住民や学生、この町で勤務されている方などを対象としたワークショップを開催し、また様々な関係者の皆様にご意見を伺いながら、前回お示しした将来構想原案をよりよく練り上げてきたところです。これより策定作業を進めてまいりました、この原案についてご説明したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、この将来構想原案につきまして、前回お示ししたものから大きく変更を加えた点を中心に今日はお話しさせていただきます。まず3枚目の将来構想についてをご覧ください。これは本市の計画体系の中で、この幕張新都心まちづくり将来構想がどのような位置づけになるかを明示したものとなります。左側に総合計画の三角形がございます。市政運営の指針として恒久的な都市づくりの基本理念、基本目標となる基本構想が一番上にあり、これを実現するための基本方針や今後の施策展開などを示す基本計画となる基本計画になるものがございます。これらに即す形で幕張新都心まちづくり将来構想を策定するものです。この将来構想の役割は、右上にあります通り、まちづくりの方向性を示し、多様な関係者とみんなで共有するための指針、多様な関係者と共有したこの将来構想を、各主体で積極的に取り組むとともに、連携、共同の好循環により、さらに取り組みを推進するものです。位置づけといたしまして、本市総合計画と連携、整合を図るとともに、将来構想の実現に向けた具体的な事業を本市の実施計画に位置づけていくものです。また、各部門が策定している個別部門計画と連携することにより、分野横断的な将来構想として推進していきます。また、内容といたしましては、おおむね20年から30年後の将来を見据えた街づくりの方向性を示すもので、将来のさまざまな変化や動向を踏まえ、質に応じて見直すこととしております。そして、この将来構想は、幕張新都心における多様な関係者の皆様と共有し、さまざまな取り組みを実施してまいりたいと考えております。続きまして、4枚目をご覧ください。この将来構想の対象範囲を図で明示したものとなります。図の通り、青の点線で囲われた区域を将来構想の対象区域といたします。次に5枚目の目次をご覧ください。前回の資料では全8章からなっておりました。その中の関係者、市民の思いと有識者の意見をそれぞれ総立てしておりましたが、全体構成のバランスを考慮し、それらを一つにまとめ、幕張新都心への思い、声とし、全7章としたものです。続きまして、第1章の幕張新都心が目指したものから、第4章、考慮すべき将来の変化につきましては、これまでと大きな変更はしておりませんが、いただいたご意見やご指摘を踏まえ、表現、グラフや表、挿絵などを適切なものとなるように修正しております。続きまして、少し飛びますが、20枚目のスライドをご覧ください。
ここから22枚目のスライドまでが、先ほど申しましたように、幕張新都心への思い、声ということで、関係者、市民の思い、有識者の視点ということを3つの観点から3枚のスライドにまとめたものとなります。それでは23枚目のスライドをご覧ください。第6章、目指すべき姿となっております。ここでは幕張新都心のこれからのまちづくりに向けた目指すべき姿をどのように示すのか、その関係性を示したものです。幕張新都心が発展していく街であり続けるため、この街で活動する上で大切にすべき考え方をまちづくりの理念として示します。このまちづくりの理念の実現に向け、重要となる3つの要素を新規性、先端性、多様性、都市経営と示し、この3要素が好循環する姿を幕張新都心のありたい姿として目指していきます。さらに、この幕張新都心のありたい姿へ向かうための取り組むべき7つの方向性を、まちづくりの方向性として位置づけることといたしました。それでは24枚目をご覧ください。まちづくりの理念となります。この幕張新都心の歴史と発展の経緯を踏まえつつ、この街で活動する上で大切にすべき考え方を、未来を追い求めてチャレンジを繰り返し、ここにしかない新しさが生まれる街といたしました。前回では街づくりの理念といたしまして、2つお示ししておりましたが、理念が2つでは覚えにくい、伝わりづらいといったことから、このように1つに整理することとしたものです。続いて28枚目をご覧ください。まちづくりの理念の実現に向け、重要となる3つの要素が、好循環する姿を幕張新都心のありたい姿として示すものです。3つの要素は、骨子案や前回案と変わらず、幕張新都心から新しいこと、ものを生み出す新規性、先端性、多様な人、活動を受け入れる、応援する多様性、この2つの循環をより高めるため、さまざまな主体、住民が協働しながら持続的に成長するための仕組み、基盤を整えるといった姿を目指すものです。そして、千葉県や首都圏の拠点でもあるこの幕張新都心の好循環は、さらなる町の活性化や発展を促し、その効果が広く波及することにつながるものと考えております。次に29枚目です。第7章、目指すべき姿に向かうために、まちづくりの方向性です。ここでは、幕張新都心の持つ機能、食、住、学、遊をさらに伸ばし、ありたい姿へ向かうために取り組むべき方向性を7つに整理します。そして、それらの方向性ごとに取り組みの方針を示すとともに、取り組みイメージを例示することで、多様な関係者と皆さんでまちづくりの方向性を共有し、それぞれが連携しつつ、積極的な取り組みを実施していくものとしてお示しするものです。7つの方向性そのものは前回と変更はありませんが、これまで幕張新都心らしさを構成してきた、食、住、学、遊に関する4つの方向性と、これらの幕張新都心らしさをより高める連携に向けた3つの方向性、合わせて7つといった形に整理いたしました。次に30枚目となります。この7つの方向性と、それらに基づく取り組みを実施していくことで、幕張新都心の将来の姿のイメージとなるよう、1枚のイラストにまとめたものとなります。幕張新都心の目指すべき姿へ向かうためのまちづくりの方向性について、幕張新都心で活躍される方々が共有し、それぞれが積極的に取り組むことで、図の吹き出しにあるように、幕張新都心にたくさんのチャレンジが集まり、ここにしかない嬉しい新しさを感じることができ、また、たくさんのコミュニティの輪が広がり、連携が進むことで、
日常の生活の中に学びの場や挑戦のきっかけがあふれ、また実践していくことにつながる、できることになる街となることを目指すものです。そこで31枚目から37枚目のスライドでは、これら7つの方向性それぞれについて取り組みの方針を示すとともに、その方針に向けた取り組みイメージを提示しております。幕張新都心に関わるさまざまな方々関係者により、ここに記載しておりますような取り組みを促し、それぞれが積極的な取り組みを実施していくことで、まちづくりの理念の実現に向けて重要となる3つの要素を達成できるものと考えております。最後に38枚目のスライドとなります。ここでは7つの方向性による取り組みの方針とそのイメージについて、幕張新都心の各エリアでどのような検討が必要であるかを示すため、そのイメージとして整理したものとなります。エリア全体に関わる取り組みや広域連携に関わる取り組みについては楕円で、各地区における取り組みについては四角で囲い、先ほどの取り組みのイメージから抜粋して記載しております。記載にあたりましては、幕張新都心のまちづくりにあたり、まず検討していく必要があるだろうと考えるものを中心に整理しております。簡単ではありますが、内容の説明は以上となります。これまで皆様のご協力をいただきながら、このように幕張新都心まちづくり将来構想の策定に向けた作業を進めてまいりました。そしてこの本日このようにお示しすることができました。改めて感謝申し上げます。私からは以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。ご説明ありがとうございました。では先ほどのご説明も踏まえて、これまで皆様が議論してきてくださった内容もこの中に盛り込んでいただいているということなんですけれども、この構想の内容に関するご意見のこの交換から始めてまいりたいというふうに思います。これまでの講話会や住民企業ワークショップの結果も踏まえて、皆様のご意見反映した今後の町の発展の姿を将来構想7章、先ほど画面に出たものですかね、の町づくりの方向性の中で1枚の絵にまとめていただきました。この画面になります。主にこちらに集約されているかというふうに思いますので、この図をご覧になりながらご意見あればいただければというふうに思っております。どなたからでも結構ですので、これから自由意見交換に第1部入りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。限られた時間ですけれども、皆様にぜひ発言いただければなと願っております。よろしくお願いします。ちょっとこの一部の今からの意見交換、15分程度目処ですので、いらっしゃったら挙手ボタンとありますか。はい、ではイオンの庭様挙手ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。幕張新都心まちづくり将来構想につきまして、ワークショップであります幕張未来トークですとか懇話会にて有識者の方々、それから私ものような地域関係者などの意見を取り入れながら原案としてよくまとまっていると思います。ありがとうございます。現在幕張新都心モビリティコンソーシアムというものがあります。そちらにおきましても、町の回遊性向上や新たなサービスの創出、それから既存資源の最適化を実現することで来街促進や住みやすい町づくりに寄与しようとしておりますが、将来構想とモビリティコンソーシアムとリンクさせていくとの方向性との認識でよろしいものでしょうか。千葉様にお伺いしたいかと思います。ありがとうございます。そうですね、それでは本件はご質問いただいたので、千葉市さんの方からまず回答いただいてもいいですか。千村課長よろしいですか。いたしまし、はい、承知いたしました。今お話しいただいた幕張新都心におけるですね、モビリティとかですね、新たな仕組みというものについては、35枚目のスライドですね、こちらの、取り組みの方針の3番目、エリア全体での一体感を向上させるモビリティを充実するといった中でですね、今現在本市が進めております新たなモビリティを、導入したりですね、いわゆる MaaS といったもので、このエリアにいらっしゃる方を、一体的に、サービスが提供できるような仕組みだとか、そういったことを、導入していくといったところを踏まえまして、このようなことを記載しております。以上でございます。
ありがとうございました。承知いたしました。ぜひですね、町に住む方のみならず、来街者の方々、この方にも、まあ、より回遊性のしやすい町づくりということでお願いできると思います。ありがとうございました。皆様、貴重なご意見、ありがとうございました。広井先生、お願いします。全体としては非常に充実した原案がまとまっていて、いろいろ出てこれまで出てきた意見も反映されていて、いい内容になっていると思います。私ちょっとこれは私の関心に引き寄せたものですけど、私が大事だと思ってましたのは、まあ、若い世代にとっての、まあ、千葉の若い世代、学生を含めて若い世代多いので、若い世代にとっての、ソーシャルイノベーションの拠点みたいなことを言った。それは、記されていたと思います。それから、やはり、まあ、海に近接しているというのは一つの特徴だと思いますので、そういう、生態系といいますか環境ですね、まあ、脱炭素、まあまあ、この辺は もうちょっと多少意識してもいいかなと思うんですけども、書かれてたと思います。それから、最後もう一点、これはまあ多少もうちょっと意識してもいいかなと思った点なんですが、やはりこの以前にも話題になったかと思いますけど、首都圏、東京圏が急速に今高齢化していて、やはりその3世代共生型といいますか、高齢者にとっても住みやすいっていう、そこはやはり特徴という点でも重要な点ですだと思いますので、新しさという点を強調するのは私、まあ、基本的に 大賛成というか賛成なのですが、まあ、同時に何て言いますか、成熟、新しさという価値のみならず、こう成熟とか伝統とか、幕張新都心も、まあ、ある程度以上の年数が経ちましたので、そういう面も大事にすることも一つポイントかなと思いまして、特に ここを変えてほしいというわけではないんですけど、ちょっとその辺も意識するのが大事かなということを思った次第です。はい、以上です。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。これまでもソーシャルベンチャーについての言及をいただいて、今ご説明いただいたようなことも全部包含してご意見くださっていたと思います。生態系とか脱炭素とかっていうご指摘もいただいたので、後でまた千葉さんの方からもご回答いただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。続いて金親様、お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、これまで懇話会のお話であるとか、さまざまなワークショップを経て、とてもよくまとまったと思います。で、今回特に、最終的なその第7章の目指すべき姿というところの、私が見まして、29スライドでしょうか、これからのまちづくりの方向性の中で、まあ、これまでの幕張新都心と、それからこれから目指すべき幕張新都心の方向性、これを4つと3つに分けて、特にその中でもこれからは、まあ、6番目にも書いてありますけれども、市民参加に関することということで、住民企業、さまざまな主体がこの町を作っていくんだというようなところにフォーカスしたのは、非常にこれまでなかったこの町づくりの考え方、幕張新都市にとっての町づくりの考え方だと思いますので、この辺は大変評価できるものだというふうに思いました。38スライド目の中で取り組みのイメージのこの左の上に書いてありますけれども、エリア全体に関わる取り組みということで、エリアマネジメント団体の組成あるいは活動による地域価値の創出ということで、こういうものが今後ですね、民間企業であったり、あるいは学校関係者であったり、まあ、ここの地域に関係する人たちがですね、多く関わりながら、これを、まあ、エリアマネジメントとしてですね、この町を良くしていくと、まあ、そのためには、一つ、まあ、行政側にはその制度設計といいますか、そのための後押ししてもらえるようなその制度をぜひ作っていただきたいし、関わる人たちにとってはいろんな知恵を出しながら、そこでうまくやっていくと、こういうような方向性になっていくといいかなというふうに感じたところです。以上です。金親様、ありがとうございます。新しい意味付けとか加えてという観点いただきました。ありがとうございます。
それではいかがですか。さっき私なんか土井さんって呼びかけちゃったから、もし準備してくださってたらぜひ土井様発言よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全体、見て、まとまってるとは思いました。で、今、食住学友っていうのがあって、その4本柱だと思うんですけど、この幕張新都心自体が埋め立て地にできた町であることも含めると、その文化がこう根付いていくっていうような部分も、盛り込まれ、まあ、U に含まれるのかちょっと学に含まれるのか分かりませんけど、文化自体を育んでいくっていう、意味部分も、含んでいった方がいいかなとは思いました。ちょっとその印象はありました。で、その文化を育むってことが割とこの全体をまとめていく可能性があると思っていて、学区もそうですし U もそうですし、まあ、この町自体の魅力を高めていく部分があるので、まあ、本当であれば食住学 U 芸術の芸とか、まあ、そのぐらい、文化に関して、何かこう視点をこの、構想の中に盛り込んでもらえると、割と分かりやすいのかなと思った部分もありました。あとは、全体的にこれを実現するためにその、デザイナーというか、デザインしていくというような感覚を盛り込めた方がいいんじゃないかなと思っていて、もう言葉もそうですし資料もそうですし、こう全てにおいてこうこの計画自体をデザインしていく、まあ、そういう人材なり、そういう方々をどういうふうに、巻き込んでいくかってところも何か必要なのかなっていうのはちょっと印象として思いました。以上です。はい、貴重な観点ありがとうございます。いくつかアイデアをいただきましたので、後ほどまた深めていければというふうに思います。ありがとうございます。はい、豊田先生いかがですか。豊田様。はい、はい、ありがとうございます。多様な意見をうまい形でまとめていただいて、いい形になっているんじゃないかと思います。そうですね、今土井さんおっしゃっていたように、その、まあ、新しさに向けた思考性というのがかなりフィーチャーされているとは思うんですが、それをいかに蓄積して熟成していくかみたいなところ、やっぱり幕張新都心みたいなところとか、まあ、三浜区全体とか、まあ、首都圏全体のニュータウンが高度成長期に作ったものがちょっと今逆にこう高齢化とか疲れてきてしまっているみたいなものが顕在化している中でも、確かにすごく重要なテーマっていうのが、まあこれから高齢化社会全体としてもしていく中で、新しさとその熟成というかいろんなものの連携っていうもののこう両立っていうのはすごくチャレンジングなテーマなんだとは確かに思うので、その辺の思考性というのも明確に見えるような形になっていると素晴らしいのかなというのは思いました。であとはまあこの中で例えば食住学、楽みたいなところと生活の領域みたいなところとか、そうですね、最後のページ その色分けをしているところであるとか、そういったそのなんですかね、構図としての切り分けっていうのが、まあ、いろいろ精度に落としていく上ですごく大事だと思いつつ、やっぱり途中でも何度か言ってたように、その、用途地域が明確に分かれているとか、食と住のエリアが分かれているみたいなことのだけではない、いろんなスケールでの混ぜ方というか、その仕組みがどういうふうに具体的にこう、提供しうるのか、アイディアが出しうるのか、実装しうるのか、その、テストベッドになっているということが町とか行政としての価値だとは思いますので、まあ今回このまとめをしたことを前提にして、まあ、それの上のまあ 大方針だと思いますので、この次 その具体的な落とし込み そのシステムであるとか技術であるとか、その特区的な何かしらの緩和の仕組みであるとか、そういったその手法がどういうふうにクリエイティブに作っていけるのかとい こう具体的な方針みたいなことが明確に次に出てこないと、やっぱりこれ価値がなくなってしまうと思うので、そちらに明確につなげていただきたいなというふうに、具体的に実行的に人がすごく価値があって集まるようなものに、次の段階で明確につなげていただきたいなというのを改めて思いました。ありがとうございます。はい、貴重なご指摘ありがとうございました。続いてでは、
遠藤さんはいかがでしょうか。はい、ですね、こちらまとめていただきましてありがとうございます。まあちょっと様々な関係者の方がいる中でまとめたというところもあってですね、まあちょっと言い方があれかもしれないですけど、少しまあ相場的な形になってしまっているような気もしています。まあ一市民としてまかり新都心でどういう街っていうことを言われたときに、まあ一言で何というかっていうところだと思うんですけど、まあ、そういうなんかブランディングをしていくためにはもうちょっと多分コンセプトを何ですかね、磨いていかないといけないなというような感じは感じましたが、まあ、一方でその、まあ、未来を求めてチャレンジみたいな新しさとか、まあ、そういったキーワードが強く出ている点はこれまでの議論の方向を反映しておりますし、すごく共感できるところです。で、まあ、もう一点がやはりそのチャレンジを繰り返しみたいなキーワードも結構入っているんですけど、まあ、一方でそれが落とし込んできたときに、まあ、あまりそのチャレンジ要素みたいなところがどういうものなのかが入っていなかったので、まあ、そのチャレンジというのはどういうチャレンジをしていくのかというところを、まあ、もう少し具体的にこの方向性のスライドだったりとか、まあ、他のページもですけど示していく方がですね、まあ、よりそれに向けてコミットしていくんだなというところが分かるんじゃないかなというふうに思っております。はい、以上2点でした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様このまとめ方について、そうですね、深読みもしていただいて理解もしていただいた上で、でも発信力とか表現力の観点からご意見を賜っているかなというふうに思います。お待たせしました。島田さんいかがでしょうか。はい、千葉ロッテマリーンズ島田です。まとめていただいて本当ありがとうございます。で、私からはこの構想の位置づけに関して念のため確認をさせていただきたいなというふうに思います。3つの視点で確認したいと思うんですが、まず38ページの38のスライドのところで取り組みイメージの整理というところで、講演のあり方に関してこう整理されてます。で、こちらの方で幕張海浜公園では ZOZO マリンスタジアムのあり方どうするんだというようなことを書いてあるんですが、スタジアムのあり方を検討させていただいている私どもからすると、スタジアムを含む上位概念を千葉市さん整理をお願いしたいということを別の部局の方にお願いしておりまして、町全体がどうあるのかという中で一つの施設としてのスタジアムのあり方が決まってくると思いますので、今回のこの構想が、上位概念と千葉市さんの中で位置づけられるのかっていうのが確認したいその1です。それから確認したいその2としては31ページですかね。はい、こちらの2番の方で、例えばということで取り組みの方針として、スポーツと新しい技術の融合みたいな、エンタメと技術の融合などのような話がございますけれども、まあ、全体として多様な主体がいろいろと取り組めるという街だというようなことなんですけど、まあ、主体同士は取り組もうと思ってもやはり規制であるとか、あるいは取り組みを誘発するような制度設計みたいなこと、まあ、先ほど何名かの先生がおっしゃられていますけれども、行政としてこういう方向性どうやったら前に進めていくのかっていうところに踏み込んだ話はもう少しあった方がいいのかなというふうに思いました。あと最後3点目の確認事項なんですけれども、スライドの4ページですかね。今回前回までと違って対象の地域がもともとの幕張新都心側に限定されているので、まあ、このあたりもどういう経緯で、今回、ここまでの範囲なんだというふうに決められたのかといったところを確認して、以上3点、はい、質問になってしまいますけれども、全体を通しての、コメントです。以上です。島田様ありがとうございます。この部分はちょっとこれからの議論を深めるにあたっても重要で確認しておきたいなと思うところですので、この本案の上位概念としての取り扱いですとか規制推進の方向性ですとか、この範囲ですね、ここについて志村課長この段階でぜひお答えいただいてもよろしいですか。
はい、志村でございます。あ、ご意見ありがとうございます。では、ちょっと順番逆になりますが、今画面に出ております対象範囲から、まずご説明いたします。マカール新都心というのは、この図の中の着色している部分、習志野市の区域も含めて、この青の点線の左側ですね、こちらも含めてが、マカール新都心といった区域です。で、今回はこの中の千葉市の区域を、将来構想の対象範囲としつつですね、この左下、一部少し白い部分がありますが、ここの海側に真っ赤の浜が一部、今現在人は立ち入ることができませんが、真っ赤の浜というものが、左側、習志野市側にも、現状ある、現状浜があります。そういったことからですね、幕張新都心の区域の中、従前の幕張新都心と言われた区域の中で千葉市の区域と、まあ、今後検討すべき海辺の利活用といったところを踏まえますと、左下の少し白地の部分も含めた、この区域を小新都心の区域としたものです。はい、次にそうですね、38ページですかね。で、ここのその ZOZO マリンスタジアムのあり方ということは、これは来年度、今議会に予算を図っておるところですが、マリンスタジアムのあり方というものを検討する予定となっております。で、こちらについては当然スタジアムそのものがどうなって、どういうふうにあるべきかということはもちろんですが、この幕張新都心の中でそのスタジアムの果たす役割というものは大きいものですから、この幕張新都心におけるそのスタジアムが持つ力だとか、人を呼び寄せる力、そういったことも踏まえながら、町の中でどういった役割もあるのかといったところも当然、検討していく予定となっております。当然それを検討する上ではですね、この将来構想の方向性、理念といったものを踏まえつつ検討していくものになると考えております。で、合わせてですね、この前にありました取り組みの方針、取り組みのイメージに関して、31ページですか。はい。こちらについて、当然その、こういったことを実施していくのであれば、様々な規制等が出てくるのは当然あるかと思います。で、現状国家戦略特制度、この、黒2番のイメージの、3つ目、ご指摘いただいたところの指摘したですね、国家戦略特制度による規制改革と活用といったことも本市目指しておりますので、そういったことが、あるのであれば、当然ご相談をいただきながら、いかにそれを実施していくことができるのかといったことも当然積極的に考えていきたいと思っております。以上でございます。島田さん、いかがでしょう、よろしいでしょうか。すいません、これはちょっと個人的な意見になるんですけれども、1番目 の、 最初に今ご説明いただいたエリアの区分けなんですけど、今回対象から外れた地図の左側のところに千葉県の方で、今病院を建てていたりとかですね、そういうちょっと行政さん同士でなかなか調整が難しいのかもしれないんですけど、住む人間、暮らす人間、働く人間からするとどこが管轄しているかということはあまり関係ないので、町全体の在り方として、例えばその医療施設を整備する動きがあるとかっていうことは含めて考えた方がいいんじゃないかなというふうには今思いましたけれども、はい、あとは新駅に関しても全く触れられていかないいないというのはなのかなという、なかなか触れるのは難しいのかもしれないんですが、現実的には、来年ですか開業されると思いますので、そういった新しい動きも考えなくていいのかなというところは思った次第です。ありがとうございます。志村課長、いかがでしょうか。今、島田さんからおっしゃられた県の病院のところは、先ほど図上の白いエリアになりますので、今回区域含んでおります。すいません、私の説明がうまく伝わらず申し訳ありません。あと、新駅につきましてはですね、新駅そのものはもう具体に取り組んでいる事業になりますので、図面のこの海沿いの幕張海浜公園の緑色の左側の白いところですね、
メッセージ、そちらです。ここが現在病院を県が立て直しているところですので、まあ、そこをも当然今回区域に含んでおります。で、新駅につきましては、こちらの1番のところでですね、イメージの2ポツ目、幕張豊砂駅開業による効果の発現に向けてという形で、それをどのようにまちづくりに生かしていくかといったところは、触れさせております。当然、これを本市としても、ですね、新駅開業の効果がより発揮できるようなことは積極的に考えていきたいと考えているところです。以上です。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。白いところは排除しているわけではなくということと、まあ、でも島田さんがご指摘くださったようにやっぱり産官のタイムリーな情報交換とか、まあ、現場ベースで事業ベースの対話ってなかなか難しいところもありますので、まあ、そういうことが今回のコンセプトの中にあったようにいろいろ循環していければいいなというふうに思うところで、まあ、この中でもまた受け止めて展開いただけたらなというふうに思うところでした。ありがとうございます。今案についてたくさんのご意見を賜りまして、まあ、ダイナミックに変えてということではなくって、ここに表現はされているんですけれども強調されていなかったりですとか、ちょっとつないで書くともっと分かりやすくなるんじゃないかとか、そういうふうな観点からアイデアを皆さんにいただいたかなというふうに思っております。ちょっと時間の関係もありますので一部はまずここでにて終了とさせていただきまして、第2部に進んでまいりたいというふうに思います。